繋がれた勝利のたすきを次へと繋げられるか。第2レースへの期待も高まります。現在1番人気はグラスワンダー、3番人気はこの子です。トリプルティアラの馬娘ダイワスカーレット、さあ2番人気はこの子、三冠馬娘ナリタブライアン。実力は1番人気にも引けを取りません。気合十分、いい顔してますね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。スタート。各馬娘綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。北サンブラックとダイワスカーレット、この2人が競り合っているぞ。期待通りの結果を出せるか。1番人気グラスワンダー。長丁場のこのレースですが、ダイワスカーレット早くも先頭に躍り出た。1コーナーから2コーナーへ向かう。花を奪っていたのは北サンブラック。続いてダイワスカーレット、3番手7番2馬身3馬身開いて4番、その後成田ブライアン大きく離れて6番、1馬身離れて3番、2馬身差ゴールドシップ、グラスワンダー並びかけてきた。その外並んでメジロブライト、後方2番手に10番、最後方ポツンと1人1番、意気揚々と先頭行きます。ダイワスカーレット、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ20馬身、ダイワスカーレット快調に飛ばしていきます。先頭から後方まで縦長の展開だ。後方の馬娘が差し返せるのか、気になる開きです。順位を振り返っていきます。現在1番手はダイワスカーレット、続きました北サンブラック、大きく離れて7番、1馬身離れて4番、5番手には成田ブライアン、あとはグラスワンダー、その後ろから6番、あとからメジロブライト、まもなく第4コーナーカーブ。ダイワスカーレットまだリードをキープしています。2馬身差北サンブラック、大きく離れて7番、あとから4番、成田ブライアン、5番手グラスワンダー、ここにいます。およそ5馬身開いてメジロブライト、そしてその後方にはゴールドシップ、外から3番、内には6番、その後ろに1番、そして最後方10番、北サンブラック。先頭を進みますが、これは正解でしょうか。凍てつく闇には私が飛び切りの光をプレゼントしてあげる。あったかいわね。北サンブラック、彼女の客室には合っていますね。先頭北サンブラック、レースはよどみなく進んでいます。それを見るようにダイワスカーレット、さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。3番手には成田ブライアン、4番手に4番、あとは7番、グラスワンダー、ここにいた。2馬身3馬身開いてメジロブライト、あとからゴールドシップ、2馬身差3番、その後3、4馬身開いて6番、その後ろ1番、10番、最後方からという体勢であります。グラスワンダー、果たしてどうでしょうか。馬場状態を確認しながら走っている感じですね。まだ本気ではないですよ。先頭は依然ダイワスカーレット、2馬身リード。2周目の向こう正面、各馬娘たちの動きが激しくなっています。現在1番手は成田ブライアン、ここで先頭が入れ替わった。残り 1000m を通過、先頭から大きく離されて2番手はダイワスカーレット、3番手に北サンブラック、外から行くメジロブライト、内を回りますグラスワンダー、さらにゴールドシップ、その後ろから7番、その後3番、そしてその後方には1番。第4コーナーを進んで直線へ向かう。内から来るか外から来るか、最後の局面です。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は影、暗がりをさまよい行こうと、渇きを闘志に投げ払う。最後のコーナー、最初に駆け抜けてきたのは成田ブライアン。成田ブライアン、強い、強すぎる、完全に抜け出した成田ブライアン。これは決まったか。後ろは大きく離れたぞ。残り200、先頭は成田ブライアン、変わらない成田ブライアン、足色は衰えない。長距離レースのチーム代表戦を制したのは成田ブライアン。チームの思いを背負い大役を務め上げた。2着にはグラスワンダー、3着メジロブライト。さあ次のレースはまだか。